くらいのレビューに入ってきます。で、国境を越えるときに、これまた結構大変で、皆さん海外旅行したことある人としたことない人もちろんいると思うんですけど、高校生もいるので、国境を越えるときにですね、普通成田空港とかで国境を越えるじゃないですか。そこから日本の国じゃないところになるんですね。で、国境を越えた時点で、で相手の国について越えた時点でその国に入国できるっていう、国境と国境の間がもう飛行機で移動することが多いんですけど、車で移動する場合は国境の100メートルぐらい手前に、ポーランドの国境があって、ポーランドの国境を出る手続きをして、そこから100メートル先に国境を越えた後に、今度はその100メートル先に、今度はウクライナの国境の中に入るボーダーがあって、2回越えなきゃいけないんですね。リビウに行くときに国境を越えるのに2時間半かかって、結構大変でした。で、それを伝えたら2時間半早い方だよって言われましたけど、リビウに入っていきました。で、初日のリビウがですね、リビウの日常をすごく垣間見たんですけど、もう普通に生活してるんですね。だからカップルは手をつないで普通にデートをしながら家族も生活していて、入った瞬間、ここは戦地に来たなというイメージは湧かなかった。ただ国境を越えるときには軍関係の人たちの警備がかなり厳しかったので、それはウクライナに入るときとかありましたけど、中に入ってその生活をしている状況があったので、これが戦地だというふうには思わなかったんですね。ところがその後ショッピングモールに行ったときの出来事があって、その時にいろんな支援物資を買ったりとか、支援物資を運ぶのにちょっと大きなケースが必要だったので、そのケースを買ったりとかしてフードコートに行って食事をしようと思って行ったんですよ。そしたら急に空襲警報が流れ出して、流れた瞬間ちょっとみんなの雰囲気とか空気が変わってですね、みんな避難し始めるんですよ。ちょっとその時の映像があるので、これですね、ショッピングモールのですね、空襲警報が鳴り始めた瞬間に、一回鳴りやんだ時かな、鳴ったり鳴らなかったりするんですよ、1分おきに。で、音が鳴って、皆さんどんどんエスカレーター降りて、下の方に避難していってます。どんどん外の方に逃げていってます。空襲警報が鳴ると、外に出なきゃいけないそうです。先ほどまで僕がここに食べようと思って、メニューを選んでたお店なんですけど、このお店も次々と今シャッターが降りていって、どんどん閉まっていってですね、先ほどまでは販売してたお店がほぼ閉まってしまいました。このフードコートもみんな人がいっぱい座って食べてたんですが、いい人がいなくなっちゃいました。今、10月1日リビウのあるショッピングモールでの出来事です。エスカレーター、これエレベーターは乗れないかな、自分はちょっと乗れませんね。みんな次々エスカレーター降りて避難していってます。続々避難中です。避難させた駐車場、地下の駐車場に1階から外に出ようとしたんですよ、僕。そしたら外はもう空襲爆撃飛んできたら命に危険があるから外には出れませんって言われて、とりあえず地下に行ってくれって言われて、地下の駐車場に避難していくんですけど、その時の映像ですね。のどかにみんな家族が食事したんですが、リビウのショッピングセンターで、先ほどまでフードコートで、のどかにみんな家族が食事したんですが、空襲警報が鳴り、急遽避難しろということで、1階に降りて外に出ようとしたんですが、外は危ないから、ショッピングモールの地下の駐車場に避難しろということで、今地下に降りてきました。ここにかなり多くの人が避難しています。とりあえず車も出たがってますけど、外には出れない状況で、みんな地べたに座って、ロシア軍からの空爆から逃れて地下の方で避難しています。非常に緊迫した状況で、これがウクライナ
ございます。今出場です。こんにちは。今ウクライナのリビウです。必要な物資を買いにショッピングに来たんですけど、そのショッピングセンターで空襲警報が鳴り、皆さん今地下の駐車場に避難してきています。空襲警報が解かれてようやく上に戻れるみたいですが、あまりにも人が多くてなかなか前に進みません。急に先ほどまでショッピングをしてて、食事をしてた家族とかも一気にいなくなって、エスカレーターやエレベーターで次々下に降りていて、避難していきました。そして今ようやく地下駐車場の空襲警報が解除され、皆さん今上に戻っている途中です。さっきまでは普通に生活してた家族とかが急にみんないなくなってですね、本当にこう1000人ぐらいかな、800人ぐらいかな、分からないです、数えてないので、かなりの多くの人が地下に入っていてですね、すごい奥の方まで人がいた状況でした。で、もちろんそのショッピングモールの地下もそうですけど、他にもシカゴみたいなところがいっぱいあってですね、イギリスの話じゃないんですけど、キーウに地下鉄に乗ったんですよ。キーウの地下鉄がですね、200メートルぐらいずっと地下に入っていくんですよ。もともとめちゃめちゃ深いエスカレーターが深いんですかって、これヨーロッパで一番深い地下鉄がこのキーウの地下鉄なんですって言って、でそれをなぜか聞いたら、旧ソ連時代にできてるらしいんですね。アメリカ軍からの核戦争の時に住民が避難できるために地下を深く掘って避難できる場所を作って、核シェルターの意味合いもあるんですって言って、深く掘ったのはヨーロッパで一番深い地下鉄があるんだが、そこに避難することになったのはアメリカからの核兵器じゃなくて、結局ロシアからの空爆で作った側のソ連ですね、当時のね。今はロシアがそれをからの空爆で避難しなきゃいけないところになったのが胸痛いというか、地下鉄乗ったのも思い出しました。あとリビウの学校に次の日行く予定だったんですよ。で、リビウの学校で日本の子どもたちからの手紙届けようと思ったんですけど、この仲介に入ってる人から連絡があってですね、私の知人が東部 のドンバス地区の戦線で戦死したので、急遽一帯が帰ってくることになって、児玉さんの学校の交流はこの対応サポートすることできませんって言って、急遽リビウの学校に行くこともできなくなって、戦時下における状況というのをすごく改めて感じたリビウでの出来事でした。学校行けなくなったので、急遽キーウに移動することになるんです。キーウ行きの電車のチケットを予約してですね、電車飛び乗って移動していくっていう形で進んでいきました。これはリビウの駅ですね、これね。で、駅前にね、これテントがあって、ここに避難してきた人、リビウは一番ポーランドの国境側の西側の町なんですよ。なので、南部とか東部からリビウに避難したり、国外に行くのはちょっと大変だから、国内で避難したいという人たちはリビウに避難している人たちが多くてですね、駅前で避難した人たちをサポートする施設とかを紹介するボランティアの人たちがいる店舗があって、そこでいろいろ話をつけました。キーウに行くんですけど、キーウに行く電車がですね、8時間ぐらいかかったのかな、6時間ぐらいだったかな、キーウに入ってキーウの学校を2つ訪問することになりました。小学校の10歳11歳の子たちと高校の17歳18歳の子たちのところに支援をしました。日本の子どもたちから手紙届いたということがすごく感動してですね、キーウの学校の生徒たちがすごく喜んでくれました。手紙届けるっていうのが意味があるのかって言って、こうクレームの連絡が来たりするんですよ。もう折り紙活動するのがなかなか大変だと思いますけど、めちゃめちゃ喜ばれてましたね、折り鶴も手紙も。それを子どもたちにそれを見せてですね、ちょっと車で移動してイルピンっていうところに行った時の写真をちょっと今から紹介しますね。このイルピンの空爆されたところですね、これ民家ですね、空爆されて自家用車ですけど、爆撃の影響で丸焦げになるんですけど、この車にもすごい穴が開いてるの分かります。銃撃戦で命を奪われた人たちがいっぱいいるっていう、これ上の方がもう空爆で壊れていたりとか、銃弾で穴開いた穴なんですけど、銃弾の穴のところでっていうのがなったりしました。これも民家ですね。案内してくれた人たちに話を聞くと、この地域が初めて来た時にはともかく遺体の匂いがすごくて、とてもその車の窓を開けては走れない、車の中にいても音が止まらなくなるぐらいすごい匂いだったっていうふうに言いましたけど、
今も遺体は全部埋葬されてですね、匂いはなくなっていましたが、現場の空気感を感じながらですね、移動していました。空爆をして亡くなっていく人たちのこともですけど、残された人たちも本当に辛い思いをしているなというふうに感じながら、ウクライナ軍の人と話す機会があったんですけど、ちょっとこのカメラ越しに写真紹介しますね。ウクライナ軍の方なんですけど、実はこの人に日本語を喋れたんですね。大学時代が日本語を勉強したんですって言って、いろいろ教えてくれました。実は空爆がすごい激しかったところで、ウクライナ軍のところがすごいやられたので、そこを見せてほしいってお願いしに行ったんですけど、中にはもちろん入れてもらえなくてですね、そこは紹介できないんですけど、大変でした。これを日本の高校生ともオンラインでつないでですね、話すことができたりして、向こうの先生も興奮したし、子どもたちもすごくハッピーな日だったって言って喜んでました。子どもたちの交流をですね、今後も続けていけたらいいなというふうに思います。これがその時の最後の集合写真撮ってる時の写真ですけど、動画ですね。高校生たちが頑張ってですね、日本語で手紙を書いてくれたんですよ。日本の高校生たちが翻訳ソフトでウクライナ語でウクライナの平和願ってますとか励ますメッセージを書いたので、ウクライナの高校生たちは頑張って今度は日本語で書いてくれてですね、よかったです。これは女子高生ですけど、この手紙書いて、日本語でサポートに感謝、ロシアは民間人を殺しているというメッセージがあったりですね、17歳、18歳の高校生たちの学校に届けてきました。また日本の高校生たちもこのお手紙のコピーを届けていきたいなと思うので、ぜひ300人の子どもたちから預かってきたので、どうしてもコピーになってしまいますけど、日本の高校生たちも届けていきたいなというふうに思います。